緑杉竹は、原竹木風船竹か茶ツム竹族に属するキノコ、大笑い竹の禁煙種である。傘はほとんど年生をかき、暗紫褐色暗オレンジ褐色の地に、やや濃色の笹くれ状鱗片を散りばめており、しばしば不規則な緑色の染みを生じ、周辺部には乗船を表さない。飛だは初めはやや密生し、幼児は単行色を呈するが、赤錆色となる。 柄は細くて比較的硬く、上部は黄色であるが下方に向かって褐色が濃くなり、小さく膜質の、唾を有する。肉はくすんだ黄色を呈し、傷つけても変色することはなく、匂いは温和であるが苦味がある。胞紙門は赤錆色を呈し、胞子は広大型で、その表面には顕著なイボ上突起をこむる。主に針葉樹の倒木や、切り株などに発生し、 材を分解、普及させる、木材普及菌の一種である。大洗竹との類縁関係から、緑杉竹にも、同様の毒性が疑われてきている。北米産の緑杉竹からは、幻覚性物質の一種白紙瓶が管理されている。しかし、確実に緑杉竹が原因と認められる、中毒例はほとんど記録されていない。ありがとうございます。